大丈夫かな。まだ寝てるんじゃない。やっぱさ、起こしてあげた方が良かったんじゃないかな。だってさ、布団剥いだってさ、鼻つまだと起きないんだよ。秋なんかに付き合ってたら私たちだって遅刻しちゃうって。そうだね、こう毎日だとね、ちょっとたまんないよね。でしょ、秋も少し懲らしめた方がいいんだって。源平討魔伝巻の2。源平討魔伝で打ち破った諸悪の王源頼朝の魂が再び復活した。亡者景清は再び天帝の命を受け、頼朝の魂を滅ぼすために魔界へと旅立つのであった。今回の巻の2では、剣技がさらにパワーアップ、本物の盾を目の当たりにするような多彩な攻撃で敵をなぎ倒していきます。何これ、源平痛じゃん。どうしたの。何それ見せて。アキほら起きて。アキアキ大丈夫。アキ諸行無常の響きあり。時は20世紀末、文明の乱熟期にとある特別教育機関が設立された。裏若き少女たちだけを集め、来るべき新世代を切り開く知性と肉体の育成を目的としたその学園は、人々に畏敬の念を持ってこう呼ばれた。セイント PC ハイスクール。この番組は NEC ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りします。敵か、なんだ。パイロットは失敗。過去最大級の感動と迫力は君の大脳を直撃する。これは演習ではない。ナグザットがその全てをかけて世に送る驚異のドラマチックシューティング、いよいよ PC エンジンに登場だ。プリガンマーク2。山村美沙サスペンス、金銭化京江皿殺人事件もすごい。ラグザン。どうもこんにちは、武井照子です。セイント PC ハイスクール、今週も今井、吉田、井上のクレアです。よろしくお願いします。なんかだいぶ前に大阪でコンサートしたらしいですけど、はいはい、どうでした。最高の一言ですね。うん、何人ぐらい来たんですか。400人来たらすごいやん。ちゃんと先生のことも話しておきましたから。あ、僕の話した。もうヒーローですよ先生。ヒーロー、やっぱり僕の名前出したらギャー、松竹芸能ついた時に大喜び。こんな感じ。松竹芸能、それは森脇健児と間違うてへんか。いや、もう答え返ってきたよね。竹井照彦です、ギャー。そう、先生からお花いただいちゃって、そのもう喜んでます。もう花送っとくもんやな、これはな。
まあまあいやらしい話、2万円の花やけどね。さあ、朝山伊藤菊池の桃子です。よろしくお願いします。まあ今週から初参加ということで、菊池自己紹介。はい、菊池かなえ17歳です。下町育ちなので根性はあります。でも少しとろいので、みんなに負けないように頑張りたいと思います。お願いします。下町育ち。そうです。どこですか、下町といえば。江東区の月島で、もんじゃで有名なとこです。もんじゃって何ですか。もんじゃ焼きです。お米の焼きをぐちゃ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 って始まる。東京なの、もんじゃ焼きの。ほう、それが名物のところです。そうです、そればっか食べてます。はいはいはい、先週からね、言ってたすぐにこう、生徒が転校してしまいましたね。妙な学校ですからね。すぐに転校しないように、楽しくやってください。さあ、それでは1時間目は国語です。ここは何をするかと言いますと、やっぱり会話でね、やっぱりいろんな会話の仕方って、魅力ある会話のやり方ってやっぱり君らにとっても必要ですよね。やっぱりこうプレイヤーなんかコンサート行ってもいろいろこうね、3人でこうトークとかするでしょ。やっぱりそう面白おかしく、そしてお客さんにも伝えないといけないでしょ。それやっぱり会話の基本っていうのは今どういうのか、ちょっとやってみてください。そうですね、基本ですか。やっぱり私のことを相手に伝えちゃうみたいなことっつうのかな。今井はもう来週転校してると思います。もう今日終わるから転校します。その見たいないう喋り方、本当に僕は嫌いなんです。あ、そっか、うん、そっか。どこの言葉やの、何々見たいなとか、やったりなんかしてとか、なんとろうかな思います。得意ですよ、そういう言葉。そういう言葉かなり言いますね。やっぱりね、そういうのは基本がなんです。やっぱりね、そういう会話というのはやっぱり迫力、そして声のトーンとか、そういうのでやっぱり相手にこう意思を伝えないでいけませんからね。ということで、今回この教材をちょっと見ていただきましょう。天外魔教2まんじまる。発売以来絶大の人気を誇る天外魔教2まんじまるの素晴らしさは、そのグラフィックアニメーションにある。スーパー CD ロムロムソフトならではのクリアーで迫力のあるアニメーションが随所に盛り込まれ、ストーリーを展開していく。登場キャラクターの声も実力派の声優たちが担当。ゲームの枠を超えた臨場感あふれる掛け合いが楽しめるのだ。母ちゃん、おかわり。はい、まんじまるさん、はじめましーで。その花へし折ってやるぞ。おうおうおう、折れるもんなら折ってみやがれ、このピンクのところ巻き野郎。今の天外魔教2を見て分かるように、やっぱり会話が迫力ありますよね。ありますね、うん、やっぱりああいう迫力があった会話、あったゲームにこう入り込んでしまうというのがありますよね。やっぱりこういう迫力ある会話というのは、一人にやっぱりこのソフトの中で登場人物の声を出しているその声優さんの力のがあるから、これはやっぱ迫力ある会話があるんですよね。ということで、今回は天外魔教2の声優さんをやってる、その歌舞伎團十郎の声をやっておられる山口勝平さんに来ていただいております。それでは山口先生、どうぞ。皆さん拍手を。いや、山口先生、はい、ここにいます。誰？いや、一応歌舞伎團十郎っていうことで、歌舞伎團十郎のね、格好してこようと思ったんですけどね、あり合わせでやったらなんかほとんど3割4割当たり前みたいな世界が。なんでこんな喋り達者やねん。こんな声優いてへんね。天外魔教2まんじまるのメインキャラクターの一人、歌舞伎團十郎の声を担当しているのがこの人、山口勝平さんだ。まるでアニメのキャラクターのようなその風貌を持って、ランマ2分の1の早乙女ランマをはじめ、さまざまなキャラクターをこなす昭和40年生まれの26歳だ。もうこういう声優さんをやってもどれぐらいなんですか。僕は大体もう3年ぐらいですね。まだどういったきっかけで。いや、ずっとお芝居やってましてですね、舞台を。で、たまたま最初はそうしたら声優の前にはその芝居をやってあったんですか。そうですよ、大体みんなそうですよ。大体の芝居から声優に変わってる。芝から声優やる人多いですね。それまだ芝居から声優に変わるっていうのはどうしてですか。やっぱお客さんの前で演じたいでしょ。声優っていうのに惹かれていったのは何なんですか。お金ですかね。お金ちゃうの。お金ちゃいます。いや、そのことない。いや、今のマジやわ。マジやわ。その芝居ではどんなことやってたんですか。いや、ちょっとお芝居はちゃんと真面目に普通のお芝居やってますよ。もちろん。いや、例えば役はどういう感じの。そうですね、まあ見た目もこんなもんですからね、子供役ばっかりですよ。子供子供役。弱い27歳にして子供役ばっかりですよ、僕は。27歳といえば、何年前ですか。昭和40年です。ちょっと、僕と同級生。ダメじゃん、ダメじゃん。
誰やこの人、もう連れて帰ってくるこの人、行っちゃってますよ。カメじゃん、カメじゃんって、はい、そんな声優さん初めて見たわ本当にもう。でも声優っていうのはね、そのアフレコっていうのは難しいでしょ。ああいうね、絵が動くのに合わせて声を、ね、あれなんかそういう基本的なことってあるんですか。いや、うん、まあ結構ある程度も言っちゃうともう慣れですけどね。はいはい。ていうかまあなかなか最初はこう、うん、口に合わなかったりするんですけどもね。はいはい。よく香港映画の吹き替えってよくは、ああよく、ね、言葉合ってませんよね、なんか香港映画いたポニーだって何言ってるんだお前、お前口も打てへんやないかっていうのがよくありますけど、あれみたいなもんですよ。やっぱ声を入れるっていうのは難しいですね。結構やっぱ難しいです、ね、それでやっぱり芝居やったら舞台の上でね、もうやめてくれとか声だけど、でもあれ絵が動いててこうやって本見てこうやってやっぱり体を動かしてるわけですか。あ、やっぱ動かしてますよ。こうやって、まあ人によってはこうやってそのまんまでやってる人もいますけど、ね、結構もう転ぶで転ぶでなんとかとかはいはいはい。でもやっぱり体動かそうがいいですね。なんかこう立ったままね、あんなバカ野郎何言ってんだ僕は嬉しいとかなんかでもできてますよ先生。気持ち悪いやんそんなんね。そうですね。ええー、マキオ2で歌舞伎團十郎の声をやっておられるということで、ここにちょっとね、セリフがあるんです。誰がジパング一の伊達男だ、決まってんじゃねえかこの歌舞伎團十郎様よ。ちょっとこれを言っていただきましょうか。先ほどね、はい、天外魔境のね騒動見ましたけど、うん、それが、ね、ランマと変わんないですね、ほとんど。お願いします、はい、誰がジパング一の伊達男だ、決まってんじゃねえかこの歌舞伎團十郎様よ。かっこいい。いやでも本当にランマとあんまり変わらないですね。そうですね、それツッコミ入れようとさっき落ち入れてしまいました僕も困ってしまったんですけど。そうですか。なかなかこれはちょっと誰か真似できる子はいてますか。これは誰がジパング一の伊達男だ、決まった、聞けよお前聞けよ頼むからこれちょっと難しいですよね。いやでも先生は、うん、いいところまで掴んでましたよ。おいしかった。やっぱりこのセリフでいろんなパターンでちょっとセリフをやっていただきたいんですけど、もしニューハーフだったら冗談じゃないわよ、誰がジパング一の伊達男だってんのよ、もう冗談じゃないの歌舞伎團十郎様に決まってるでしょ山口さん、夜はそんな商売たまにやってますよ。いや、もう怖いな、すごい、ね、これは上手ですよ。アメリカ人だったら、アメリカ人、ええ、アメリカ人ってこれ難しいですよね。誰がジパング一の伊達男ですか、決まってんじゃないですかこの歌舞伎團十郎様ですよ。ウィッキーさん怒ってきはるわ怒ってきはるわ。大阪商人だ、大阪商人これ難しいですよ、ね、先生いいじゃないですか。そうですよね。いや大阪商人っていうのはえこれ難しいわ。なんやとこれ、誰が一番の一の伊達男やと決まっとるやないかい、この歌舞伎團十郎はワイやないかい。さすがですね。テレビ見てる皆さん、大阪弁こんなんじゃないですこれ極端にあったら今大阪の人は怒ってきはるわこの中で、桃子、クレア、その中で、なんかこの中で、なんか菊池桃子とか松田聖子、薬師丸ひろ子とかありますけど、こういうのってなんかできるとかモノマネ、なんでもいいですよ、今とかできるんちゃう。私ですか、うん、私一応ね、池井さっちゃん池井桃子さんと入ってるんですけど、菊池桃子ね、それ複雑なんですよ。森口博子さんがモノマネした時にも似てるし、うん、バットしかしですか、中山希帆さんにも似てるというね、誰も言ってくれないんですけど、はい、うん、菊池桃子さんのモノマネは一応できると。似てないよね。似てる。まあ、ちょっとやってみよう。行かせていただきます。桃子、ウサギの耳になりたいな。似てる先生が頼むじゃない。似てない。桃子、ウサギの耳になりたいな。似てる。セント PC ハイスクールでは、クレアや桃子と一緒にゲームの勉強をしたいという女の子を募集しています。詳しくは雑誌モモコを見てください。
UFO ミディスクラヨーヨーならできるスーパーアクションスクラヨーヨー。お店で待ってます。命中率 100% 150連発、これがパワフルシューティングだ。セーフティーウォーターアクション、スクラオリジナルエアウォーターガン新発売。地球守りたい神楽坂支店定員募集。あれ、いや、地球守りたい神楽坂支店全員出動よ。大ボス小ボス、かわいい顔してやることきつい。これってふざけてんの？いや、大真面目。とにかく傑作シューティング、スーパー CD ロムガム、スターパロジャー by ハドソン。複雑な謎をプレイヤー自らが解き明かしていく、それがアドベンチャーゲームだ。画面のウィンドウ内にある調べる、話すなどのコマンドを指定すると、ゲームのヒントや次なるイベントが展開していく。プレイヤー自らが探偵になった気分で謎を解き明かしていけるわけだ。しかも本格的ミステリーを題材に作られたソフトもあり、有名ミステリー小説を自ら体験できるのもこのアドベンチャーゲームの醍醐味である。その本格アドベンチャーゲームの最新ソフトがこの山村美沙サスペンスの金銭か共栄皿殺人事件だ。このソフトではこれまでのコマンド入力ではなく、プレイヤーが疑問に思った箇所を直接調べられる新システムを導入。プレイヤーの飽くなき探求心を満足させるソフトとなっている。古都ホテルで起こった事件についていろいろとお聞きしたいのですが。あんた取材中でのあの取材や、料理のことなんか聞かんと人のことばっかり。そんなもん関係ないやろ。グルメイトの小早川と申します。このゲームというのは調査能力、それが探求心がどんだけあるかということで、今回はこの調査能力を調べるために宝探しゲームを、宝探しゲーム、クレア対桃子に分かれて宝探しをやっていただきます。その宝探しは、この教材のソフトは絵皿を探すことが重要で、まあこの絵皿を探してもらいたいんですが、今回このスーパーの CD ロムロムのソフト、この山村美沙サスペンス金銭か共絵皿殺人事件のこの絵皿を僕が今から隠します。それを見つからないところに隠すんですよ。というわけで武井先生、他のソフトをダミーに用意し、あちこちに隠します。宝物のソフトと間違えてダミーを見つけた生徒たちが大騒ぎするだろうというのがその狙いのようなんですが、果たして思惑通り生徒たちが騙されるかどうか。スタジオを歩き回ること数分、生徒もじれてきました。結局宝物のソフトは自分のズボンの中に。やめた方がいいんじゃないのかな。よし、目を開けてもいいぞ。ああ、目標より長い。これ隠すの大変。さあ、それでは私なんとなく分かったような気がするな。クレアチン、はい、よーい、スタート。あれ、先生が使いの、まあ、ストップ。何が、え、慌てる武井先生、案の定最悪の展開になってしまいました。ヒントは引き出しの中。うそ、さあ行け、引き出しの中。こんな大百科も出たよ。まあ持ってんねや。ほら、2つ目のヒント。何？めっちゃかっこええ、男前の。待て、お前ら何で向こう行く？何で向こう行く？待ってそんなに身長は高くない。え、なかなか男前で。そうですね、もっと近づいてきました。なんか近づいて、
え怪しいよ。ちょっと待って、ちょっと待って、お腹痛い、お腹痛い、先生保健室。定員募集。あれ？いや、地球守りたい神楽坂支店全員出動よ。大ボス小ボス、可愛い顔してやることきつい。これってふざけてんの？いや、大真面目。とにかく傑作シューティングスーパー CD ロムロム。スターパロジャー。バイハデス。今日から始まる新コーナー、クレアの最新情報でドン。ということでね、いよいよ新コーナーが始まったわけなんですけど、ね、じゃあ早速ライブツアーがね、もう終わったということなんですけど、何が一番印象的だったか一人ずつ答えてちょうだい。どうぞどうぞ。では、もう全国5カ所回ったんですけどもね、すごいどこの地方でもですね、それなりの盛り上がりをね、できたかなっていうんで、とっても嬉しかったです。はい、ユーピーはね、ファンのみんながとってもあったかくて歌うことが大好き、みんな楽しかったです。もうモノマネが大好き大好き。なんでお前は最近ね、コースのことはですね、似ても似つかないモノマネと似てないね、本当にね。うん、いいの。でも、あと一発ギャグだよ。そうだね、でもアキさんも、うん、私に負けないくらい。何をやるの？アキさん、じゃあ佐賀に行こうやってみなさい。じゃあ、アキさん、夜中に1回行くわよ。こんばんは、稲垣ゆみきです。キンキミン、似てるでしょ。まだ似てないでしょ、もうね。じゃあ、みんなで PC エンジンの最新ソフトニュースをお知らせしちゃいます。私から紹介したいと思います。私の目にとっても可愛いソフトです。どうぞ。アキちゃんのように可愛い登場人物が大活躍するのがこのデジタルコミック、トップを狙えガンバスターボリューム1。人気アニメトップを狙えをアドベンチャーゲーム化したのがこのトップを狙えだ。オリジナル版グラフィックにさらに200枚ものグラフィックを追加。オリジナルストーリーの面白さを損なうことなく、ゲーム性を高めた出来上がりとなっている。うん、かわいいかわいい。でもね、私のはもっと素敵よ。見てね。さっちゃんのおすすめはこのフォゴットンワールド。某ゲーム誌にてベストシューティング賞を受賞したカプコンの超人気ゲームがついにスーパー CD ロムロムで登場。アーケード版を完全に再現するため3ボタン仕様のアベニューパッド3を限定パック。これにより複雑な操作も完全に可能となった。二人ともまだまだだな。やっぱり私が紹介するのが一番かっこいいんだよ。見てね。ヒロもかっこいいとそのグラフィックにしびれたのがこのテラフォーミング。映画ブレードランナーなどのセットデザインを手掛けたシド・ミードがグラフィックのデザインを一手に担う話題作だ。地球環境の破壊により住む地を失った人類が第二の地球を求めエイリアンと対決していく。シド・ミードならではの未来感覚あふれたソフトだ。はい、番組宛てに、ゲームの情報や感想などをどんどん送ってくださいね。私たちへのラブレターでもいいですよ。送ってくれた人の中からこんなに素敵なプレゼントあげたいと思います。ナムコより源平トーマデン缶の2を5名様に、 PC エンジンフォアグラ2を1名様に、 PC エンジンデュオを1名様にプレゼントいたします。クレアの最新情報でドンでした。
ということで今日もいろんな授業しましたが、1時間目は国語でね、声優の山口先生来ましたけど、クレアどうでした？ああいうやっぱ声優とかにはやっぱああいうのは憧れたりはしませんか？でもいいですよね、うん、電話とかで使えそうですよね。あ、電話とかでもね、やっぱり留守とか使えそうじゃないですか。あ、留守番電話の、うん、もうそうですけども、はい、もし自分じゃないのでね、出たくないのに出ちゃった時に、はいはい、自分じゃないって言って、はあ、なるほどな、それは使えますよね。ドラマとかフレアはまだまだなんですけどね、うん、でも、うん、もっともっと勉強してね、うん、できればいいななんて。役者の方も行きたいなと、でもあんな私のモノマネじゃダメですけどね、まあ、あれは本当にダメですダメですよね、本当にダメです、誰も認めてくれませんよね。また来週も、まあ、いろんな勉強すると思いますね、はい、セイントピースハイスクール、来週もお楽しみに。バイバイ。